改め3分定銀は、幕末期に、ハリスの提案により、日本国内で3分として通用させるために国印が打たれた要銀である。メキシコ8レアル銀貨改め3分定銀1859年名、安政3年9月に、下田御用女において、日本貨幣と西洋貨幣との交換比率を定めるための交渉が行われ、幕府は米国総領事、 ハリスの1ドル銀貨の約1、3の両目である店舗を1分銀3枚を持って1ドルに変えるべきという主張を承諾することになる。日本側は、安政6年6月1日に、陽銀の1、2の両目の安政に主銀を発行し、金銀非貨を是正し、かつ1ドルイコール1分に誘導しようと試みた。しかし、安政銀は貿易のみで通用し、日本国内では、 両目のはるかに劣る一分銀に両替しないと通用しないというものであった。このように国内全域で通用しないものを渡され、1ドル銀貨の通用価値を1、3に引き下げる。この政策に外国人大使らは条約違反であると激しく抗議し、安静に主銀の発行はわずか22日間で中止となり、結局1ドルイコール3分としての交換を認めざるを得なくなった。 外国人大使らの小判入手の目的による、洋銀から一分銀への両替要求が殺到し、貿易港周辺ではたちまち一分銀が不定した。そこで、外国人大使から幕府に対し一分銀増意の要求が出されるが、洋銀から一分銀へ両替されることに、消極的な幕府は、江戸城本丸の火災などを口実に交換停止を申し出るなど一分銀不定が解消されないことに、 大使らは苛立ちをあらわにした。そこでハリスは1分銀の増産が困難であるならば、要銀に3分の極印を打って、日本国内で3分の価値として通用させるよう要求を行い、幕府もしぶしぶ要求を受け入れ、安政6年12月29日より銀座から派遣された銀座役人及び常世役人らにより、国内に流入したメキシコ8レアル銀貨などに、 改め三分程と、国印が打たれ通用させることとした。しかし国内では、総会という方式により、外国銀貨は、地金扱いで、国内銀貨への交換に対し低く評価されるのが、常であり、両替商に持ち込んでも2分にし程度でしか通用せず、三分、と名打たれ三分としての額面を強制するならば、受け取りが拒否されるという事態まで発生した。そのため、国ちは、 翌万円元年5月12日に打ち切りとなり、わずか半年足らずで中止となった。現存するものは、メキシコ8レアル銀貨のみであり、1859年名までのものが確認されている。国印の文字の大小により、大技及び、生字の2種類が存在し、生字の方が現存数が多い。また、改め三分定国印打ちの直前、安政六年九月には、 外国銀貨にその両目に応じて、関数字が打たれたとされ、アメリカ銀貨、ロシア銀貨、メキシコ銀貨などに、数字国印が打たれたものが現存し、例えば7問目2分のメキシコ8レアルでは、72と打たれたものが存在する。ありがとうございます。